そういえば、ランディはどういう経緯でここに配属されたんだ？俺たちより年上だけど、警察学校は出てないんだよな。ああ、その通りだが、俺がここに配属された経緯ね。本当に聞きたい？ああ、差し支えなければだけど。そこまで言うなら仕方ねえ。実はな、女絡みのトラブルだ。え？いや、前の職場で複数手を出したのがバレてさ。危うくクビになりかけたところをおっさんに拾ってもらったんだよ。これもエイドスのお導きってところかね。ランディの前の職場って？ああ、クロスベル警備隊さ。帝国方面にベルガード門ってあるだろ？あっちの方に詰めていたんだ。警備隊、そういうことか。道理であんなハルバードを自由自在に振り回せるわけだ。ま、国境付近の詰め所あたりじゃ訓練とパトロールくらいしかやることがなかったからな。その点、クロスベル市勤務なら歓楽街とかにも行きたい放題だ。いや、マジで警備隊を辞めて正解だったぜ。まあ気持ちはわかるけど。おっと、気が合うじゃない。いやさ、実は何軒か色っぽい姉ちゃんたちがいる店を見つけているんだよ。正式にお仲間になったら一緒に遊びに繰り出そうぜ。お嬢は硬そうだし、お子様もお呼びじゃないし、男同士の付き合いってやつだ。わかった、考えておくよ。